こんばんは。スーパー J チャンネルです。東京港区六本木、今外に出てきているんですが、急激な天気の変化を感じています。気温が10分前から3度下がりまして、今7度ですね。そしてその10分ほど前から非常に強い風が吹き始めまして、瞬間的には踏ん張っていないと立っていられないほど物が倒れているような状況です。そしてこの後東京都心でも2センチの降雪が予想されています。本当に北からの突風が時折ありまして、はい、体感は相当寒くなってます。そうです。